ム？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、アイナって言ったよね。僕メタルスライムのメタッツ、助けてくれてありがとう。メタッツ、オイラはグリムン、お前のおかげで命拾いしたぜ。俺様はキッシムだ。まあどうにか助かったな。キッシム、キシムってこと、骨がここはひとまず安全だ。さあ、ビルダーの首をねじ切るとしよう。やめて、そんなノリでねじ切るのやめて怖すぎるんですけど。まあ待ってよキッシム。アイナは友達を助けるためにここに来たんだって。そんなん知ったこっちゃないよね、モンスターからしたら。何？シドウがどこにいるか知らないかったと。そんな名前聞いたこともないが。でもここの場所自体がシドウっていう名前やったけど。ひとまず殺すのは後だ。友達を助けたい奴なんか殺せんからな。友達を助けたら殺してやる。そういう問題？もっとも、ものづくりに素材になるものなんかここにはない。ビルダーだろうと悪事はできんだろうしな。十分作れるくない？そんなことより、ここで何が起きてるの？あの腕は何？あの黒い魔物は？よくはわからんが、凄まじい破壊に力を感じる。謎の腕も黒い魔物も、その影響だろう。そもそもここはどこなのかって？なんにもない。真っ暗の空に浮かぶ小さな星さ。僕ら教団の魔物にとっては約束の地なんだ。ここで待っていれば救済が訪れるって聞いたのに、まさかこんなことになるなんて。救済どころか死にそうやんね。わめくなよメタッツ。オイルそんなことより大切なことに気がついちまったんだ。何？実はオイラ腹が減りまくってることに気づいたんだ。なあビルダー、なんか作ってくれよ。お前、大切なこととはそれか。しかもビルダーに物作りを頼むとは。うるせえやい。どうせ死ぬんだ。死ぬ前にうめえもんが食いてえんだよ。まあね、そりゃそうよね。おいら、うごめくつるを焚き火で焼けば、絶対うまいって思うんだ。食べたことはないの？うごめくつるは外にあるうねうね植物を壊すと手に入るはずだぜ。うごめくつる絶対美味しくないやん。なあ、頼むビルダー。うごめくつるをそこの焚き火で焼いて、おいらに食わせてくれ。そこの焚き火？あ、これか。おー、ろうそくとかもあるやん。てか、めっちゃいっぱい素材あるくない？普通に。あ、なんか出てきた。油が出てきたよ、油。素材ありまくるやんけ。ちょっとびっくりするんやけど。ほら、しかもここには炉もあるし。いいね、いいね。てか、こいつらは？返事がない。ただの鉄くずのようだ。あ、そうなんや。そういう感じ？はい、じゃあこれをちょっと焼きましょうかね。はい、これで。何が出来上がるんやろうね。あ、ここにほら、寝る場所もあるやん。いいね、いいね。じゃあここが拠点になるってことかな。なるほどね。さあ、他には何もないんかな。お、こっち側とか。これはただの外ですか？うん、ですね。ちょっと冒険してみようと思ったけど、特に何も。何もないな。お、できた。できた、できた。何これ、気持ち悪い。うねうねパスタを初めて作った。もう、うねうねしよる時点で絶対美味しくないやん。ひとまず殺すのは後だ。違う、君じゃないんだ。けうごめくつるを焼いて、うねうねパスタを作ってくれたんだな。うまそうじゃねえか。さっさくおいらにくれよ。はい、はい、絶対人間は食べれんやつやんね。うひょー、ありがとよ。あんなものから飯を作れるなんて、ビルダーってのはすげえもんだな。いや、別に焼けばいいだけじゃないの。違うの。うねうねパスタは臭くて苦くて最高だぜ。腹が減ったらお前も食ってみろよな。臭くて苦いものなんか食べたくないです。なに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 、え、なに、でかくなりすぎよメタッツ。ものづくり検知、ものづくり検知、ガガガピー、ガガガガガ。え、こっち、うわー、なにこの音。今度は何だっていうの？え、なんかどれか生き残りがおるってこと？アイナ、さっきの音何だったんだろう？僕怖い。音は部屋の中からしたみたいだね。怖いけど調べてみようよ。うん、ただの音尽くす。うお、びっくりした。何も聞こえないね。他のを調べてみよう。手つくず。音がしたのはここからじゃないみたいだね。うわ、こいつや。ガガガガピー。ガガガ。生体反応検知。生体反応検知。再起動プログラムを実行しますか。
いいえ。再起動プログラムを中止しました。ガガガガ、ピー。中止せん方がいいかな。再起動した方がいいな、これ。はい。ガガガガ、再起動プログラムを実行中。データにアクセスしています。なんか襲ってきそうやん。何怖い、暴走戦？ガガガ、再起動失敗。魔法エネルギーを補給して、やり直してください。魔法エネルギー？そんなこと言われても、足りないエネルギーの補給か。一体どうしたらいいんだろう？ん？何、なんか思いつくの？え？何？なんか作るの？何？エネルギー回路設計図を描いた。へぇ。パイプ、カーブ。あ、物は全部あるの？そういうこと？いや、なんか足りてないよ。あ、パイプがあと4ついるってこと。ふんふんふん。うわぁ、なにこれ。設計図？ふんふん。え？パイプを繋いで壊れたキラーマシンからエネルギーを送る？確かにパイプはこの部屋の中にいくつかありそうだけど、そんなこと本当にできるの？できるっぽいよ、なんか知らんけど。知らんけど。この辺の壊すってことかな？なんかもったいなくない？いや、でも、あれか。壊すしかないのか。じゃあ壊すわ。とりあえず何も関係なさそうな壊すね。よいしょ。あ。これは。えへ。全然関係ないところを。てい。全然届かんやないかい。ちょっと待ってね。よいしょ。はっ。オッケー。さあ、これで。ん？ 4 つ集まったね。じゃあ、あとはこれを、こう組み合わせていったら、いいということですかね。これでオッケー？違う。あ、こっちも取れた。ちょっと待って。これは上なのか。あ、違う。そっちじゃない。しかもめっちゃ上。あ、お、取れた。上で。で、これがこう？エネルギー回路設計図が完成した。んてや、うまい具合に繋がっとんやね。あの、2体のキラーマシンに。これで復活できる？暴れ座さん？敵じゃないの？燃料パイプ接続感知。魔法エネルギー補給を実行中。魔法システム修復完了。再起動プログラムを実行中。ガガガ、ピー。ガガガ、わしわしは、ガガガ。どうした？一人称、うわい。一人称はわしなん？わしはキラーマシン爺さん。再起動完了じゃ。え、なに敵なの？ちょっとよくわからないけど。キラーマシン爺さん？わしはキラーマシン爺さん。再起動完了じゃ。そうっすか。ここはひとまず安全だって言ってたけど、本当に大丈夫なのかな？それはちょっとわからんけど、不穏な音楽が流れ出したね。ありがとう、アイナ。壊れたキラーマシンを直しちゃうなんて、ビルだって本当にすごいや。わしはどのくらい眠っておった？今ここで何が起きておる？急に全然機械的じゃなくなったね。なんじゃこの不穏な気配は。まさかついに、滅びの日が来たのでは。普通に会話できる系らしい。よかった。暴れ出して戦いになると思った。普通に。なんだよ、このじいさん。錆びついてボケちまってんじゃないのか？ガガガ、しっけえな。この地で何が起きているか聞かせてみ。知らんよ。本当におじいさんなんやね。まあ、とりあえず指導のことを説明する感じ？ほほう。恐ろしい腕と黒い魔物が現れて、この星を壊し始めたか。やはりわしの思った通りじゃ。ついに滅びの日が来たようじゃな。ねえねえ、何なの滅びの日って。その名の通り、すべてが破壊され、無に帰る日、世界が終わる日じゃ。それにしてもまずい。破壊がここまで進んでおれば、この研究所とは安全ではなかろう。ああ、いつかこの壁も天井も、恐ろしい腕とやらに破壊される時が。やめてよ、うえい。来たよ。ああ、もう中入ってきたわ。って、もうその時は来たみたい。ああ、もう周りの壁全然なくなったけど。黒い魔物どもの気配もするな。これは戦うしかなさそうだ。え？この腕と？
うわーもうボロボロやん、やば。うわー研究所が。知らんけど。こいつと戦うの？あの腕が引き寄せたのか。黒い魔物どもが迫ってきやがる、来てやがる。あ、これキッシムか。これは倒さないとまずそうだぜ。どうだ、ビルダー。お前も戦えるのか？もちろん。よし。何が起きてるかはよくわからんが、やられるわけにはいかん。けっけけ、これ食いかけだけどお前にやるぜ。やばくなったら食ってくれ。なんかそれ食ったらやばくなりそう。俺様はここより安全なとっておきの場所に心当たりがあるんだ。まずは黒い魔物どもを倒すんだ。とっておきの場所に最初から案内してよ。はい、バトルスタート。破壊、破壊、破壊。この黒いモンスターたちなんかすごい気持ち悪いよね。なんか、だいたいこう頭の中でこういうモンスターなんやろうなっていう想像はつくけど、なんか嫌じゃない。お、なんか回復した？回復魔法とか使えるの？ありがとう。なんかわからんけど。なんかわからんけど。あれ全然当たってなくね？いや、痛い。はいはいはい。どこ行った？どれ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 ？これか。やった、違う。味方やん。そいつか。あ、お、なんか、でっかい人面獣みたいなの出てた。痛い。あとこいつだけ？あ、違うな。あと5体出てくるか。ウェイ。破壊、破壊。これ絶対トロールやん。あー、痛い、痛いよ。当たってない、全然当たってないよ。背後からそういうのやってくるのやめて、マジで。上がれてなかった。怖い。お、あとこいつだけ。頑張ろうみんな。あっ、恐ろしい。みんな結構体力あるね、この仲間のモンスターたち。はかはかはか。おお、強い。キラマシンじいさん強い。いいね、その技。アイナのレベルが上がった。アイナのレベルが31になった。うん、なんか久々じゃないレベル上がるの。バトルコンプリート。イエーイ。まあ、とりあえず、じいさんも完璧に仲間っぽいね。ほほほ、敵を倒したの。久しぶりにキラーマシンのキラーっぷりを発揮してしまったわい。思いのほか強いな、ビルダー。かっかっか、ひょっとして友達を探す決意の現れか？なんかいい仲間になれそう、みんな。ところで、キッシム、安全な場所に心当たりがあるの？ああ。ここから丘を越えていくと、ハーゴン教会がある。そこなら安全なはずだ。ハーゴン教会？私も行っていいの？けけけ、そいつは名案だ。教会には地獄様がいる。俺たちを導いてくれるかもしれねえな。大丈夫？私にとっては敵じゃない？地獄？地獄やん、大丈夫な。それじゃあみんなで行こう。アイナも一緒に。自分は友達を探しに来た。逃げずに探すだって？ピピピー、バッカモン。そんな臭いセリフを吐き折って、泣かせるではないか。涙出るの？オイル的な感じ？おいおい、アイナ、お前本当に行かねえのか？このままじゃ死ぬぜ。放っておけ。人間など、ビルダーなど、所詮我らの敵なのだ。ハーゴン教会の地獄様は、三神官の一人なんだ。いろんなことに詳しいんだぜ。ひょっとしたらお前の友達ってやつのことも知ってるかもしれねえぞ。アイナ、ここでお別れなんか嫌だよ。ね、僕たちと一緒に行こう。みんないい子だな、行くよ。喜んでんじゃねえか。へえ、素直じゃないな。やった、教会にいる地獄とかいう神官様に友達の居場所も聞いてごらんよ。地獄のことを知ってるのは二人だけってこと？ち、仕方がない。では俺様についてこい。目立つは知らんねやね。こっちだ。うん、丘の上って言ったよね。結局みんないい子たちなんだな。あ、ここになんか黒い光が。あれは大丈夫なの？なんだあの黒い嘘は。あたりのものを吸い込んでやがるぜ。あれに近づいちゃいけないやつね。ピピピ、データ解析中。データ解析中。ピー、判明、判明。超高密度な重力体と判明。危険、危険。触ると即死。即死？触ると即死？それじゃああの向こうには行けないってこと？そう。とにかくあの黒い渦に近づかないように進むんだ。
怖い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 、吸い込まれる、やめて。めっちゃ怖かったんやけど、普通に超油断しとった。あぶねえ。じゃみんな吸い込まれんように気をつけてね。ダッシュダッシュ。ふー、危なかった。大丈夫、みんな吸い込まれてない？さあ急げ、こっちだ。あとの2人がいないんですけど。あー、来た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 。おー、無事ピピー。危険検知、危険検知。そういうお知らせ系はちゃんと機械っぽいんやね。うわー、またうわー、また青字だ。うおーおー、バリアー。キシム、無事、無事っぽいね。オルネした。焦る、うぎぎ、足が、大丈夫？じゃあここでお別れ、もしかして。うぎぎ、大丈夫だ。だが、もうまともに歩けないみたいだな。俺様のことは置いていけ。心配ない、俺様は死なずの騎士だ。死ぬやろ。今まで何回も骨のモンスターやっつけてきたよ、私。何？諦めずに一緒に行こうだと？よし、道案内はオイラが変わる。キシム置いてはいけねえ。ゆっくり進もうぜ。キシム大丈夫か？こっちだ。いや、みんなの助け合い精神素晴らしいやん。ほうほう。何？どっち？どっちよ。全然案内キシムやないか。しっかりして。君名前なんだったっけ？どこよ？早く早く。ここ？キシムが追いつくまで待ち寄るってこと？あ、なるほど、友情ね。ほら、ちょいちょい振り向いてさ、キシムを待ち寄る。いやー、いいっすね。でもその間に襲われそう。ほら、キシムが追いついてから動き出すんよね。なんかちょっと暗くならんかった、一瞬。大丈夫？さあ、行くぜ行くぜ。てかさ、キラマシンじいさんさ、おじいさんとはいえ機械なんやったら全然あれじゃない？キシムのこと背負ったりとかできるんやね。できんの。これ壊せるんかな。あ、壊せた。普通の石材かーい。よしよし、キシムちゃんと来てるな。目指すハーゴン教会はここを登ってすぐだぜ。登る？ガガガピー。しかし地面が壊れて先に進めるようじゃの。マジか。どうしよう、あゆな。橋でもあれば。なるほど、橋を作れということですね。オッケー、作りましょう、この私が。よいしょよいしょ。とりあえずこの辺破壊しまして、さーて行くか。こっ行くよー、みんな。わー、橋を作ってくれたんだ。これで向こう側に渡れるね。そんな細いとこ大丈夫？まあ安定しとんか。さすがはビルダーだな。お前がいればこのピンチも。なに？キッシム、チンタラ喋ってないで早く渡れよ。びっくりした。うわぁ！またあの手だ。早く。ふっ。あー、ちょ、え？キッシム？キッシム！え？なに？え？死んだ？死んだの？どうしよう。キッシムが。死なずの騎士って言ったよね、大丈夫？え？キッシム、無理やろ、奈落の底やん。キッシム。悲しんでいても仕方あるまい。あいつの死を無駄にせぬためにも、急ぎハーゴン教会へ向かうのじゃ。死んだんやー。うぎぎぎ、キッシム。つら。モンスターなのに、つら。マジか、あっという間やったね。怪我した時点でそういう、流れではあったんかもしれんけれど。うわ、悲しい。キッシム。最後の言葉もなく。お、ここ？建物はないんやね、しっかり。あとちょっとやったのに、キッシム。ここがハーゴン教会？こんなにボロボロの場所が？まさかここもあの腕に。ピピピー。あそこに誰かおるようじゃ。とにかく話を聞いてみるぞい。神はなぜあのようなものを。これさ、なんか、ビルダーたちのところに攻めてきよったやつじゃない？違う？誰じゃ、私の祈りを邪魔する者は。私を邪神館地獄としてのことか。知らんわ。いいえ。何？では覚えておけ。私はこの地の最新館の一人、地獄である。あとの二人は誰なの？して、その方ら、私に何の用だ？助けてもらいたいんです。
どこもかしこも破壊されて、もう逃げる場所がなくて、私が人間ということに驚きはしないのかい？お主、おかしなことを言う。どうして助ける必要がある？この破壊こそ救済ではないか。ついに我らが待ちに待った滅びの日が来たのだ。世界の全ては今滅ぶ。このハーゴン教会ですら、破壊神様が壊してくださった。ああ、もう生粋の信者というのはそういう感じなのね。そんな、全てが滅びるなんて話が違うよ。いつか復活する破壊神様が、古くて汚い世界を壊してくれる。そうは聞いてたけど。だからこそ全ては滅ぶのだ。我らとて例外ではない。どうあがいてもこの世界はおしまいってわけか。全然頼みの綱じゃないやん。そんなことない。僕たちにはアユナが、ビルダーがいる。必ず何とかしてくれるよ。ああ、殺されそう。何？ビルダーだと？この人間が。人間であることには気づいたのね。ビルダーなど、破壊神様の敵。この私が粛清してやろう。やめて、やめてよ。アイナは僕たちの命の恩人なんだ。まあ、恩人って言ってもね、こいつ自体はあれやん。みんな死ね、みたいな感じやん。アイナ、近くに何かないか探してみよう。僕、このまま滅びるなんて嫌だ。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかさ、ここにあるの基本的にモンスターばっかりやのに。あれやね。この3人とはもうすっかり仲良くなったわけだね。よきよき。